3ヶ月。どうも、篠原です。今回はですね、3ヶ月でカゴメを溶けるようにする具体プランということで、まあこれから3ヶ月、まあ9、10、11の3ヶ月ですね。この3ヶ月でカゴメを溶けるようにしないといけないわけなんですが、どうやったら溶けるようになるのかということについて話していきたいと思います。はい、3ヶ月でカゴメを溶けるようにする方法ですね。で、今回話すことは、まあ、受験生用の方法です。つまり高1高2生がこれと同じことやって、じゃあ東大とかのカゴメ解けるか、まあ無理なんですけど、受験生、まあある程度実力があるぞという人で、かつまだ過去問で合格点は取れてないというような人が、じゃあどんぐらい頑張ったらいけるのかと、どういう頑張り方が一番ベストなのかという話をしたいというところですね。まず、90、11とある中で、まあ、12月の1から共通対策をするとしてなんですが、90、11とある中で、とりあえず週に1台やりましょう。で、週に1年分ずつやるとどうなるかっていうと、まあ、ざっくりですけど12年分できるわけですね。で、ここで、まあ、12年分やって、まあ、大体の傾向はつかんだぞと、ノリもつかんだぞ、レベル感もつかんだぞっていう状態にまず持っていくっていうのは基本になります。まあずっとやっていかないといけないのは過去問ですね。で、この過去問をやっていく中で自分が何ができないのかっていうのが分かってくるんですね。例えばなんですが、英語ができないと。で、英語ができないにしろ何ができないのか、時間が足りないのか、語彙力が足りないのか、あるいはまあ長文の内容が読めなかったとか。で、長文の内容が読めない場合、読解力を鍛えないといけないんで現代文の勉強になったりするんですが、まあ、この中で自分のできないことっていうのを分かったら、それをまあ補っていくと、弱点克服っていうのをしていきます。まあ、過去問から逆算で分かった自分の良くないところですね、出来の悪いところを見つけたら克服し、見つけたら克服しっていうことをやっていくんですが、これやっていくうちにだんだんいらなくなります。つまり、あ、もう合格点取れてきたなと、全然できるなっていう風になってきて、徐々に徐々にこれをやらなくても、まあ、済むようになってきますね。で、ポイントがこの弱点を見つけ克服するっていう時に何からやるべきかってことなんですけど、基本的には点がでかいもの、まあ、つまり優先順位として点がでかいところからまずやりましょうと、かつ覚えたらなんとかなるっていうところから行きましょうというところですね。まあ、例えばなんですが、英語だったら単語がわからないとかっていうのは、まあ、配点としてはそんなにないかもしれないですね。まあ、単語のみ聞く題目なんてあんまりないと思うんで。なんだけど、やっぱりそれが長文のね、その読みとかにつながってくるし、まあ覚えたら済むよねっていうところなんで、まあそれはしっかりやりましょうと、暗記で OK なんで、それはしっかりやりましょうというところになります。あるいは科学とかでも、有機をできるようにしましょう、無機をできるようにしましょうっていうのは、まあ頑張って覚えてくださいと。で、特にまあ有機なんて配点がでかいこともありますから、まあもう頑張って覚え上がれって話なんですね。一方で、例えばですけど、数学の複素数平面、まあ複素数平面は多少ね、問題のパターンも決まってるんで、まああれなんですけど、ただそんな毎回出るかと言われたら、まあどうかなっていうところもありますし、あるいは、例えばさっき言ったように、国語の現代文読解力つけましょうって、特に理系でね、そんな配点が高いか、あるいはその暗記で済むかって、まあ済まないので、まあこういうところを考えると、やっぱりね、配点がでかい、あるいはインパクトがでかいものからやりましょうと。で、さらに暗記でケリがついて、だいたい1週間くらいである程度目処がつくもの。まあ、例えば単語専攻とかだったら、1週間とりあえずバーッと見たら、まあ、うっすらうろ覚えだったりするんですね。あ、なんかやったなとか、やったような気はするとかっていうのがうっすら頭に残ってるんで、そのうろ覚えの状態でまた過去問やってみて、あ、ちょっとマシになったぞっていう風になったら、まあもう一回その専攻をね、2週間かけて覚えるとかっていうのもできるし、あるいは専攻やったぐらいで全然変わらなかったら、あれ、単語の勉強が原因じゃなかったのかなとか、読解力だとか、構文解釈、英作の方が伸ばすべきなのかなとかっていう話にもなってくるわけなんですね。まあ要するに、まあ配点とかインパクトがでかいものをとりあえずさっさと見つけて、で、それをまあ暗記していって、で、次また過去問に新しいやつチャレンジということを、まあ、これ延べ12回繰り返せということですね。12回過去問できるんで、これを12回やりましょうというところが、まあ、基本的な勉強になります。で、逆に言うと、あと12回これをやって、
できるようになるのかというのが一つの問題点としてもあるわけですね。つまり例えばですけど、科学の問題やりましたと、理論ができなくて向きもできなくて勇気もできませんでした。ちょっとお手上げですよね。もうどうしようってなるわけですよ。でこれはまあ科学だけだったらいいんですけど、物理の方も力学もできなくて電磁気もできませんでしたと、数学も、確率もできなくて微分積分もできませんでしたみたいな感じで、全部できないっていう風になるともう浪人しましょうという話になる。まああるいは大学のランク下げましょうという話になるわけですね。だからあと12回、まあ、工事ができるわけです。自分の実力を改善できるんだけど、この12回の工事で解けるようになるのかならないのかっていうところで、まあもう浪人するか志望校を下げるかっていう選択になって、まあ志望校を下げるんだったら下げたところで12回かけてまあなんとかできるようにしないといけないんですが、もし浪人するんだったら、落ち方というのがあります。つまりこれね、全教科できませんでしたで落ちるのが一番困るんですね。来年も全教科頑張らないといけないから。でやってほしいのは全教科じゃなくて一教科はまずできるようにしましょうと、まあ自分の得意教科でも何でもいいんで、英語は取れたとかね、数学は取れたみたいな感じで、この教科はできたんです、この教科は僕バッチリでしたと。だけど例えばですけど、国語が原因で今年落ちましたとか、理科が原因で落ちましたみたいな感じで、何かが原因で落ちたっていう状態にしてほしいわけなんですよ。なので、何かはできるようにしてほしい。この12回の自分の中の改善をする中でどのかの教科はできるようにしてほしい。英語1教科でもいい、できたら2つとか3つとか、できたら何か1教科が原因で落ちたっていう、その落ちた責任を全部負わせられるものがあれば、じゃあ来年フォロー頑張ろうっていう勉強ができるんですね。全部ダメでした、全部ちょっとずつ足りませんでしたっていうのが一番浪人してても、まあ、勉強で困るんで、まあ、言ったらこの浪人する前提なんだったら、あの大学に採点させることができるんですよね。言ったら模試でもなく、その偏差値とかっていう尺度でもなく、実際大学受けて採点させて僕どんなもんですかって評価してもらうことができるんで、まあ、ぜひね、今年も落ちるとこれは無理だと、でも浪人しても行きたいっていうのがあるんだったら、やっぱりこう、これはできるようにしたぞっていうのを持ってほしいというのが、まあ、俺の意見だし、実際、まあ、その方が来年精神衛生上はいいですよね。言ったら去年と同じ実力があればこのぐらいで取れるんだという、まあ、ある種の安心感がある状態で浪人した方がいいので、まあまあっていうところになります。はい、ということで、あと3ヶ月で過去問を解けるようにしたいんだったら、とりあえず過去問は週1年分ずつやりましょう。まあ俺の提案は、まあ、日曜日かな、日曜日にとりあえずやって、で、月火水木金と平日、まあ、勉強して土曜日に解き直しと、でまた日曜日に新しい一問をやって月火水木金とやって土曜日解き直しっていう感じでやっていくことで、まあ1週間に1年分ずつ週に12年週にというか、まあ3ヶ月で12年分の過去問演習ができますと。で、その月火水木金の中でその弱点を見つけ克服するという勉強をやっていくことになるんですが、まあその勉強が12回やったので足りるんだったらめでたく合格できるはずです。無理だったら、浪人を前提に、あるいは志望校を下げるってことを考えないといけないというところになりますね。で、弱点克服はできるだけ配点がでかい、あるいはインパクトのでかいものをやりましょう。暗記で蹴りがつくものの方が楽ですよと。で、できたらですね、1週間のうちにこれをやればいいっていう、その、まあ、ある種定量的な課題が見えてるものの方がいいですね。まあ、言ったら、単語とかね、だったら、まあ、1000個とか500個みたいな感じで、単語の暗記ってできやすいですし、あるいは問題、数学の問題とかでもチャートの例題だけだったら40台、この分野だけだったら40台とか、みたいな感じで定量化しやすいんですが、なんとなく読解力つけようとかね、なんとなく、その、まあ、理論科学できるようにしようっていうと、ちょっとしんどいかなと思います。はい、ということで、3ヶ月後にできるようにするための、まあ、ベストな道がこれかなと思いますので、ぜひこれで勉強してみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。